はい、シューチャンネルのシューです。今日も一日楽しんでいきましょうと言っては見たものの、今日はね楽しい内容ではないんですよね。というのもハウス内のイチゴに、虫が出ちゃいましたね。病気が、肌にです。経験ある人も多いかと思うんですけど、要は原因としてはね、ハウス内の高温と乾燥です。で、日中ね日が出てると、外気温23度で34度までねちょっと温度が上がってて、どうしてもねもうね水やりとかが追いつかなかったり、湿度がカラッカラなってたんですね。 40% とか 30% で、でやっぱ出ちゃいますね。ただですね、全部に出るわけじゃなくて、さすがね育てやすいジャンボと、カレンベリーですね、こちらは全然出てないんですよ。出たのがね四つ星、微妙ですね。はい、ということでね、あまりね四つ星今回初めてだったんで、これねどこまで映るかな、これね細かいのが全部ね肌になんですよ。で肌にが悪さしてるもんでね、一応実はなってんだけどもね、こっちだともうこんな、グデグデン、ということでね、対策をね取らなきゃいけないと、ですからまあ原因としてはですね、まあさっき言った通り高温と乾燥なんで、そこさえクリアできたらね、そこまで問題はね、起きないんですけどね、一度出ちゃうとですね、収量にも影響してくるので、あと口に入れるもんだからね、ちょっと気持ちは悪いですよね。あとね高温のせいでね、ジャンボなんかも実はね数なるんだけども、奇形化になっちゃったりとかしてね、ということでもう22、3度、21度ぐらい超えたらハウス内での育成はやめて路地に移した方がいいかなとね今は思ってます。はい、ということでね、今回ねもう外に一気に出してしまおうと思って、理想はですね、まあ、屋根のある環境ぐらいでいいのかな、イチゴはね。ただ鳥とかね、そういうね、対策も取らなきゃいけないんでね、なるべくハウス内でやりたかったんですが、まあ、ちなみにあの世の中のイチゴ栽培ももう5、6月で終わりですからね、やっぱりねその先ハウスでやろうと思うとね、クーラーつけたりとかそういう管理が必要になってくるんだと思います。はい、ということでね、今回はね乾燥防止のチップとかは敷かなかったです。来年に向けてね株数を増やしたくてですね、こうやってランナーを増やしてね、今ねどんどん伸ばしてるんですよ。で株をね多く取りたいんで、目標はそうですね、今の株の3倍から4倍くらいですか、まあ、十分取れると思うんですが、ということでね、今日の動画はハダニが出た時の対策ということで、行っていきたいと思います。まあ結論から言うとですね、ハダニ水に弱いんです。ですから露地栽培とか外でやってる分にはですね、ここまで悪さすることはなくて、雨に流されてね、もう死んじゃうんですけど、まあ、それをね、まあ、一度出てしまうとね、なかなか消えないんで、これね葉の裏にまでいるんですわ。でね下の段はいないですね、これはね、同じ四つ星でも上の段にも大量発生しているので、気持ち悪い人はねもう株自体処分していいんですけど、どうかな、自分やったらですね、表に持って行って、水をかけて、さらにね牛乳もしくはコーヒー、あとは片栗粉、石鹸、家庭内にあるものでね、スプレーを作ってね、駆除しますね。ということでね、今日はね、ちょっとコーヒーのね、駆除液の、作り方なんかもね、ちょっと紹介したいと思います。まだね、食べてないんですよね、これね。はい。まあ、ちなみにちょっと外のイチゴも紹介しておきます。外のイチゴなんですけど、こっちは状態がいいですね。同じ四つ星でも、全く、問題なく、これもね、ローズベリーレッド、ドルチェベリーと、ラクナリイチゴもね今調子いいです。ただですね、中のイチゴほどは実ができてないんで、やっぱりね、温度が高いということはそれだけね生育に影響が出てるのかと思います。まあ、ちなみにちょっとまだ追肥もしてなかったんでね、今回ね全株追肥も行いたいと思いますので、早速ね作業を続けていきたいと思います。はい、というわけで肌に用のですね、我が家でやってる駆除液でいいのかな、農薬じゃないんだよなこれな、をね、作っていこうかと思います。準備するもの簡単です。コーヒー大さじ3、砂糖大さじ1、これがですね、ただの熱いお湯、だいたい50度ぐらいですか。でポイントはですね、飲むよりも濃く作る、飲むよりも薄いと大してね効果ないですね。あと結構重要なのがこのスプレーボトル、100均で買うとねまともにね霧状にならないのがあるので、自分はですね
ファブリーズとか、あとそうですね、カビキラーとか売ってる会社のあのアルコールスプレー、そういうのの空きボトルを利用してます。その方がね、きれいに噴霧できてね、効果的です。はい、でこれをですね、50度ぐらいのお湯におっと適当に入れて、はい、で砂糖も入れます僕はね。ただあの砂糖はねいらないかもしれないです。油蒸しに使ったりもするんで呼吸を止めるんですよね、要はね。それでね効果があったんでうちではこれをしてるんですけど、でこれをしっかり締めてねシェイク、はい、ということで片手でやったんでねこぼれちゃったんですけど、でこれをねあとボトルに移して、噴霧するだけと。で人間が舐めても大丈夫なんで、甘いです。はい、ということでね、これをね今からボトル入れてスプレーしていきたいと思います。はい、それではですね、溶液をね振りかけていきたいと思います。また数日後にはね、効果のほどもね検証していきたいと思いますので、ちなみにあの砂糖が入っているのは油蒸しにも使えますので、ただしですねこれで枯れてもですねあの植物が、責任は取れませんので自己責任でお願いします。ということでもう簡単にこんな感じです。でかける量なんですけど一応滴るぐらいで、ハダニ自体がですね裏にもいるんでこう裏にもねしっかりとかけてあげます。重点的にやる場合は今ね片手で取ってるんでどうしようもないんですけど、刃をね裏返してね、かけていくといいんですよ。でちなみにあの牛乳とかでもねいいんですけど、牛乳でやるとですねしっかり洗い流してやらないとカビとかね、匂いがちょっと気になるんで自分は牛乳は使わないですね。450あるとですねこれぐらいの量ならもう全然、コーヒーはね香りがいいのでね。であとは今ちょっとね片手でやってるのでこの刃の裏ですねも、で次の日はね、たっぷり水をあげて洗い流してやるといいです。こう滴るぐらいですね、まあ、コーヒーなんでね、そこまで。ただアリが寄ってきます。甘いのでまあそれも、まあ、今とこ害はないのでねいいかなと。まあ、こんな感じで、ちなみにね、ちょっと油虫もいるんで、ここら辺にも切っときますけど。一応ですね、これ、いちごとか、ナスには試したことありますね。その他ね、まだトマトとかにはね試したことがないのでね、今後はねこの溶液はねいろいろ利用してみたいと思うんですけど、まあ、一応我が家の、日常管理でハダニが出た時のイチゴの対策ということでね、今回はね、これを巻いておりますんで、はい、ということでね、ただこれだけの動画ですけどどうでしょうか。皆さんもよく観察してみてください。肌にね、小さいので分かりづらいんですけど蜘蛛の巣が張ってると思ったら意外と肌にのね糸だったりするので、皆さんも出た時これ試されると、結構いいかと思います。はい、昨日スプレーしてね今だいたい20時間ぐらい経ってますかね。今朝なんですけど、まあ見ての通り肌にはもう全滅してますね。ちょっとコーヒーのね、色と砂糖でやっぱテカテカはしてるんですが、非常に効果はあったということでわかるかと思います。でここからねまた仕上げじゃないんですけど、もしまだね駆除できてなかったら、日にちを置いてね再度スプレーするんですよね。そうするとだいたい 2,3 回もすれば完全にはいなくなるので、気持ちランナーにまでかかってしまうんで生育に影響が出るのかなと昔は思ってたんですけど、ここね昨日の跡がありますけどね、こんな感じで、今までそこまで
目に見えてない影響はなかったので大丈夫だとは思うんですが、今何分ね、自己流なんで自己責任でやっていただきたいんですけども、でここからです。今ね35度ぐらいの、ぬるい湯を汲んできてます。で仕上げが、まあコーヒーを洗い流すようにかけてやる感じですね。ちょっと湯気も出てるんで分かりやすいと思うんですけどね、こうやってたっぷりで、これをね数日繰り返せば表面についたコーヒーも取れてしまうので、本当ね、油蒸しに50度ぐらいのお湯っていうのはね、現代農業とかの記載にもあって試してみようとは思ったんですけど、ちょっと勇気が出ないんで、せいぜい34、5度ぐらいしか、まあ、やったことはないですけどね。だいぶこれでコーヒーも落ちます。土にね、なんか悪い影響が出るっていうのも今まではね経験上わからないんで、出たことはないと思うので大丈夫とは思うんですけどね。まあ家庭内にあるもの、またいろいろね、起皮剤で焼酎とニンニクと唐辛子混ぜたものであるとか、結構いろいろね、使えるものはあるので、試してみるのももしくはいいかもしれません。結構呼吸を止めるって考え方でね、砂糖水にいろいろ入れたりする方が自分は多いので、このようにたっぷりかけて、終わりということで、もう一杯ぐらいちょっとかけてあげようかな。ちょっと暑すぎるとですね、別の心配が出るとは思うので、これもね、肌にほとんど見えなかったですけどかけてたんでね、テカ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 してますが、こんな感じで、出た時は駆除してます。はい、自己流です。いろいろやり方あると思いますんでね、うちはこうしてますよっていうのがあればね、コメントいただけると非常に参考にもなりますし面白いかと思います。お金もまあかからないし口に入れても安心なんでね。でちなみにちょっとわざと残してましたけど、このようにもう今ね、取れるいちご、ここも赤くなってて完熟してますけど、そういうものにかかっても今のところは問題ないので、大丈夫でした。はい、今年はね、もっと株を増やしてね、来年に向けて楽しみたいと思います。ということで以上シューチャンネルからでした。どうもどうもどうも。あと裏もね、ちょっと気がけてかけてあげてください。この葉の裏とかもね、お湯を、お湯っていうかぬるま湯かな。以上、シューチャンネルからでした。どうもどうもどうも。